はい、どうも MJ です。皆さん明けましておめでとうございます。今日も、YouTube 講座やっていきたいと思います。 YouTube 講座じゃない、芸能の講座だった、間違えました。今日はですね、ちょっと芸能感出すためにプロデューサー待ちとかしてみましたということでね、初めましての方のために簡単に自己紹介すると、僕キャスティングとか映画のキャスティングとかね、 CM キャスティングとか俳優さんとか声優さんとかタレントとかキャスティングしてるような人間です。で、今日はですね、いつもは芸能界の攻略情報っていうのを発信してるんですけれども、今回はね、2021年1月1日、もう一本目の動画なので、皆さんの、こう、芸能運勢っていうのを占いますという企画をやりたいと思います。イェイ、拍手。ということでね、今日はですね、俳優になりたい方、声優になりたい方、もしくはね、タレントになりたい方が、芸能界で、こう、2021年大事になるよっていうのがわかるような、文字占い用意しました。ルールを説明します。今からですね、僕が、こう、ランダムに、こう、ひらがながブワーって書いてある文字が並んだ画像を出します。で、その画像の中からね、こう、直感で3つ単語を見つけてください。そのね、こう、文字の中には単語がいくつか紛れてます。で、その単語、30秒以内に3つ見つけてください。で、その3つの単語が、あなたの2021年の、こう、芸能活動する上で、なんと必要なもの、大事なものになってきます。ということで、ぜひともこのランダムに表示されるひらがなの中から、自分が2021年大事になってくるであろう単語を見つけてください。で、もしよかったら、こんな単語が見つかりましたっていうのはコメント欄から書いてみてください。そしたらさらに僕が、あなたたちのコメントを見て、皆さんは、あ、こういうコメント見つけたんだ、じゃあ皆さんは大吉ですねとか中吉ですねっていう、そういうこう占い結果を表示したいと思うので、よければ、運勢、芸能の運勢、大吉なのか中吉なのか知りたいって方はコメント欄からコメントください。ということで、早速画像を表示していきたいと思います。こちらの画像ですね、今から僕が30秒数えるので、どんな単語が見つかったか皆さん、教えてください。コメントに書いてみてください。いきます、用意スタート。1、2、縦横斜めあります、縦横斜めあります。5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20、あと10秒、1 2 3 4 5 6 7 8 9 30、はい、終了です。終了です、皆さん、これで終了です。今ランダムにバーってひらがながあったと思いますが、そのひらがなの中から見つけた単語3つがあなたの今年の芸能人生左右する大事な3つの単語になります。ちなみに MJ はこれをやった結果ですね、努力、継続、あとなぜかリンゴっていう文字が見つかりました。この3つがね、僕の今年の芸能人生で何か一番大事なものになっています。皆さんはどんな文字が見つかりましたでしょうか？ぜひコメント欄からコメントを書いて教えてください。そしたらね、皆さんのコメントを見て、皆さんの運勢、大吉なのか中吉なのかっていうのを僕がお教えしたいと思います。ということで、新年一発目の動画は芸能占いでした。2021年の皆さんの運勢を占いました。今年も僕はね、毎日投稿頑張っていくので、芸能界の勉強したいって方はぜひともチャンネル登録お願いします。ということで、今日の動画は以上です。プロデューサー待ちをしている、ちょっと怪しい MJ でした。ありがとうございました。